いや、まあちょっと質問しそびれたところで言ったら、言いたかったのが、まあ要するに結局その今回いくらやったかな、2480、あ、急に冒頭出てきたやつね。そう、請求書送ってるのが2485億円かな。そうです、合計額がね、443万通、はい、443万通請求書を送っていて、うん、その総額が2485億円、2485億円って、うん、それね、冒頭言ってた ね、 そ、 うですね、それも多分ほとんど嘘やろね、うん、1件あたり56,000円なのね、平均。そうですね、平均56,000円しか請求してないっていうんだけど、うん、まあまあこの辺の数字っていうのは現に90万円とか請求されてるのもいるんで、うん、ただあれ急に計算しよったんだ。そう、もともと今日朝に質問来て、これってどういう数字ですかね、かかった経費ですかみたいなっていうことを言ったんですよ。いやいや違いますよと、総額いくらかってやってくださいって言ったら、もう今からちょっと経理です計算するんでって言って、もしかしたら間に合わないかもしれないですって、それでもいいですか、いやどっちでもいいですよ、どっちの回答でも僕は回答用意して、今までだってね、そう経理で計算するんじゃないんで、うん、営業システムなんでね、うん、だからこれに関してまあ今回ついに答えてきたのよね、うん、でも2485億円しか請求してないんだよね、おかしくないっていう話なんで、まあ、おかしくないっていうの、おかしくないかっていうのは、もう NHK の場合、援用さえされなければ、うん、過去の分全部請求してくるんで、30年分とか ね、うん、そうですね、だそういう意味じゃないですけど、まあまあでも、そういう数字出してきたことでね、これからすると裁判をね、裁判っていうのは少数の意見を聞くところで、選挙っていうのは多数の意見を聞くところなんですよ。で、これ本当に払ってる人が、払ってない人の分まで負担させられてるんじゃないかと。で斉藤君はやっぱりその著しくね、うん、合理性に欠いてるんじゃないかっていうことを今日言ってくれて、はい、まあ、会計検査院が本当にあたふたしてたのね、会計検査院ですね、本当に、うん、あそこがちゃんとしなきゃいけないんですよ。そうそうそう、何のためにやるんですかって、会計検査院というのは第4の権力なんで、三権分立と言われているんですけども、まあ、会計検査院が各そういう省庁とか NHK の予算について会計をまあ、検査するところなので、 78% なんちゅうのは、副大臣結構いいこと言ってたよね、彼市長やってた時やったの、うんうん、で徴収するのに大変だったと、うん、その時の市民税とかの徴収率ってやっぱ 90% 台なのよ、うん、で 78% はちょっと考えられないので、うん、だから徴収するべきお金をねちゃんと集めなければ、うん、それは首長が責任取らなきゃいけない、いわゆる市長が責任取らなきゃいけないっていうのがルールとしてあるんですよ。で NHK の場合それが適用されるのかどうかっていうのをこれからちょっと裁判で争っていこうかと。だってね、そんなの443万件も請求書送っといて、で払ってくれない人がそれだけいるわけですよね。443万件ね、払ってくれないわけですよ。少なくともこのうちの NHK が言ったのは、契約して未払いの人は140万件ぐらいでしたかね。契約して不払いの人は、はい、約140万件なんで、事業所、うん、事業所じゃない、これはね、事業所じゃない、これ向こうが言ったのは明確に未契約で払ってない人が866で、で契約者払ってないのが139で、足して1007っていう、要は世帯事業関係なしに、1000飛び7件の人が払ってない、そのうち契約して払ってない人が866で、契約して払ってない人が139だと。でこの1007が 22% なので、これを22で割って78かけたらおそらく6000万ぐらいなのかな、それが全体の契約率、まあ、契約母数になるという意味です。これそういうことです、ね、はい、俺はっきり現場で聞いてたんで、うんうんうん、だから139万件も不払いしている、いわゆる我々が言っている契約者不払いしている人は139万人いるんですよ。でその中で裁判になっている人がたった100、まあ、両方入れて140、未契約と契約入れてね、とすると裁判になる確率は1万分の1っていうことなんですよ。
で、その全体入れるととにかく5万年かかるんですよNHK 言いませんでしたけどね、このペースいったら何年かかるんですかって聞いたら、なんかゴニゴニをね、はい、その裁判をするのはどうのこうのって言ってましたよね、はい、だあの辺の答弁もこれから裁判所に出してですね、だからなんせ無計画なんですよ、裁判をすることに対しての計画性がないん で会計検査にも司法を示さない、でそんな中でよくわからない人たちが国会に出てきてですね、まあ、令和新選組と NHK 党以外は NHK 予算に賛成をしてるっていうね、これ国民に契約の自由を奪っておいてね、国民の契約の自由を奪った上で金を払えという予算に賛成をしてるんで、これ相当大きな問題だっていう、まあね、ただねそれぐらい選挙っていうのは大事なので、我々は我々を応援していただける方プラスもううまーくそれこそ数の力を利用してね、今選挙に行ってない人が半分いるわけですよ、この人たちを選んだのは国民の有権者の半分なので、選んでない人たちは当然 NHK のお金なんか払いたくない人いっぱいいると思います、特に若い人がそうなんで、そういった人にうまくインフルエンサーを使って、アプローチをしてですね、これを逆転していくと、まあ、自民党がここを反対せざるを得ないような勢力になっていこうと、で今日特に思ったんですけど、 もうもちろん総務大臣の俺がなったら、うん、もう NHK すぐに潰れてしまうので、うん、だからそこまではもう皆さんちょっともう待ってくださいとしか言いようがないんですよ、NHK をぶっ壊すためにやってます、ですぐできると思ってる人はもうそれ無理です、すぐできないから、だって多くの国民が他の党に入れて投票しちゃうから、でも諦めてません、私が総務大臣になって NHK 予算を反対すればそれで NHK が潰れます、その方法としたらインフルエンサーにこれから選挙に出てきてもらうと、大金持ちの人に政治家をやってもらうという具体的な提案を出しているので、精神論を僕嫌いなんでというところで、ね、もちろん NHK が潰れるまでは不払いしておいてくださいねということですね。昨日ねちょっとね未契約の人が電話が聞いて、はい、まあ NHK から30万の請求された、未契約で請求で、15年ぐらい前にどうも NHK に連絡したみたいなんだけど、うん、まあ25万円受信料、うん、で割増金が4万円ぐらい、うん、で、まあ、その人いわくこう何も契約してないもんまで金払うんでやろうっていうのが言い分だったんですけど、うん、いやそうじゃないんですよねと、うん、まあ、そこは本当に申し訳ないんですが、あのそういう主張を裁判所でされるのはいいと思いますが、どっちも勝てないですよと、でその主張をした結果負けてしまうと割増金まで払わなきゃいけなくなるので、まあ、受信料を払って契約して受信料払ってこの先不払いにされた方がお金的にはいいと思いますよというアドバイスはさせていただきましたが、まあね、そういうのもこれからなくなっていくように、うん、まあ、スクランブルをしていかなきゃいけないなとは思っています。スクランブルをしたらもう全て解決なんですよね、もう単純にシンプルにそこなんですよね、それをやらないテレビの力、うん、そうなんですよね、まあ、スクランブルといえば本当分かりづらいんですが、簡単に言えば水道料金を払わなければ水止められるのと一緒です、うん、電気代払わなきゃ電気止めるのと一緒です、電話代払わなきゃ 電話がストップするんですね、もうこれと一緒なんで、スクランブルというのはつまり料金を払わなきゃ NHK は見れなくなるなんですよ。でも電話とか水道とか電気は使えなくなると利用者が困るから、止められたら仕方なく払うでしょう、うん、NHK は止められたら、あ別に NHK は見なくていいよってなるので一番いらないものなんですが、うん、このようにもうあの維新の会や共産党まで NHK の予算に賛成するぐらいテレビの力っていうのがどうしても強くてですね、国会議員はテレビにいじめられるのが嫌だと、だから今自民党議員がいろいろとテレビでね、今日も囲まれてますよ、世耕さんめっちゃ本会議を囲まれてた、もうテレビカメラもう記者たちに30人ぐらいで囲まれてたけども、ああやって囲まれるとですね、国会議員なんてもう何もできないんですよ、世耕さんが仮に自分で YouTube で何か発信したとしてもほとんどそれは見てくれないんでね、だからこそあのテレビの方が強いから NHK 予算には、不条理、あの著しく合理性に欠いてる NHK の予算案でも、まあ、あの維新の会ですら賛成してしまうと、多分音喜多君は相当これ個人の主張と党の主張というのは相当乖離があったと思いますよ、音喜多君も個人としたら賛成なんかしたくなかったんでしょうけどね、はい、まあそんな感じで、まあとにかく今日は斉藤君がよく頑張ってくれました。いやいや、ありがとうございました、はい、こんな感じでね、まあ、あの見てもらえれば、うん、ぜひ斉藤君面白く今日はやってくれてますので見やすいかなとは思いますね、そう、はい、普通の人よりもということで、ぜひ本編の方もご覧ください、はい、今日で終わります。NHK をぶっ壊す。
チプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花口の利き方を気をつけな俺は持ってるぶっ壊す力未来永劫不老不死天上天下唯我独尊売られた喧嘩は買いますせぶっ壊してみな弱小政党グリーンラジオカーセックスこれはアウトなデラックス反社に過激な集金トラブル先にセクハラないモラルたぶんレンジャー先生の方めっちゃ一発自信よ見たくないもうこりぼりよ一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー